はい、皆さんこんにちは、アピアの松本です。今回ご紹介するのは新しい風神 AD というシリーズになります。風神 AD 自体はアピアの、もともとメインストリームになる商品なんですけれども、今回フルモデルチェンジということで、ブランクガイドセッティング、ハンドル周りと、全てにおいて見直し行った上でラインナップの再構築を図りました。で、一番重要な点としては、うちのプロスタッフ4名、村岡正則、レッド中村、浜本邦彦、そして松尾道弘が求める今の釣りに対応した仕様となっているということです。で、共通した仕様としてブランクに関しましては、今回ナノアロイという新しい素材を新規導入しました。で、これどういった素材かっていうのがこちらをご覧いただければいいんですけれども、従来のカーボン素材と比べて、レジン、要はこの炭素繊維を束ねるための接着剤にあたるものですね。これを、最近よく皆さん聞かれると思うんですけど、ナノ洗剤とかと同じように分子構造を高分子化することによって、よりくまなく頑身させることができると。で、それによって炭素繊維が持つ反発力であったり、しなやかさ、張り感であったりっていうものをしっかりと発揮させることができるっていう優れた特性を示します。で、このナノアロイを従来の素材と合わせて、各プロスタッフの求めるテイストに合わせたそのアクションパワーっていうのを具現化したのがそれぞれのシリーズになります。で、いくつか特徴的なモデルがあるんで、ちょっとご紹介させていただきたいんですけれども風神 AD の代表モデルとしてネオンナイトというモデルがあったんですけれども、今回ネオンナイトの進化系モデルとして村岡正則監修のメトロナイトというこちらのモデル、従来そのただ巻きステディリトリーブで釣れてた魚っていうのが、やっぱり人口の増加、フィッシングプレッシャーによって釣れにくくなってきたことで、積極的なロッドワークを加えることで、やっぱり食わせる間を与えるっていうコンセプトのもと、縦にさばく釣り、縦にさばくロッドアクションっていうのを考慮した、ロッドのバランスを考慮してるんですけれども、今回こういったバッドエンドに着脱式のウェイトの可変バランサーを、搭載してます。で、これ自体が、合計で 50g ぐらいあるんですけれども、まあ、こちらのアタッチメントの増減で、アングラーさんの求めるバランスっていうのも調整できるようになってます。できるだけ手元にウェイトを集中させることによって、こういう感性を生かした軽いロッドワークっていうのを行うことができるっていうのがメトロナイトの特徴になります。で、次が、ラパージュっていう、今度松尾道弘の監修したモデルになるんですけれども、風神 AD シリーズのみならずアピアのシーバスロッド全体でバンクールっていう最もハイパワーのモデルがあるんですけれども、極めてその流れの速い広島の河川で釣りをされる松尾さんの中でも、バンクールがオーバースペックに感じられるシーズナルパターンであったりベイトのパターンの時に、バンクールと対をなすもう一本のハイパワーカスタムとしてこしらえたのがこちらのラパージュというモデルになります。特徴としては比較的張りは強いんですけれども、おおむねその想定したランカーサイズ80センチとか90センチっていうサイズがかかった時に、初めてその粘りが出てくるような調子設定になっています。はい、まあ、これら2つのモデルっていうのが特に特徴的なモデルではあるんですけれども、いずれのモデルも各プロスタッフの求めるテイストに合わせたブランクとなっていますので、ぜひお手に取ってみていただきたいと思います。ありがとうございました。